アホチン、うんちになる。なんでこんな弱いねん。横浜の連敗ストッパー&初勝利プレゼンターとしての実力を発揮できて嬉しい。昨日たまたま得点できただけで相変わらず打線が湿りすぎやね。この球団ひょっとして弱いんじゃ。バウアー今永以外は炎上がデフォだし、打線はカットツーシーム投げれば沈黙って終わってるやん。今シーズンは諦めたし、来シーズンからは今永バウアーおらんし終了や、松尾が育つくらいに戻るわ。ほな、上がり目朝があるとしたらオースティンかつ都合の復帰しかない。バセルマンはもう見納めだろうな。昨日の初回で打線復活とか言ってるやついてさすがに草生えたわ。こんなん下手すりゃ来シーズンまで続くで。なんで三浦はガゼルママン使いたがるのかわからん。濃紺にシーマーやんただの。ただただ弱いなんか事情があるとかじゃなく、本当にただ弱い。オースティン無理やりねじ込んでほしい。どっちが最下位かわかんねえわ。もう無理だね。負けるにしてもつまらん試合ばかりでしんどいわ。打線終わりすぎやろ。明日バワーって言っても無理やんねえ。バワーは打たれるし、ツーシーム投げ濃紺やろこれ。あまりにも虚無な試合で震えたわ。ダボハゼ打線やばすぎやろ。ピンかパーかしかないんか。中日ファンがスタメンで寝がすれ立てた時点でなんとなくさしてたやろ。佐野はこの今シーズンでかなりヘイト溜めたな。マジで打撃復活する雰囲気ねえし、阪神や広島はしっかり終盤で逆転して単純に試合が面白いな。横浜なんて優勝に値しないんだよ。ご視聴ありがとうございました。